はい、皆さんこんにちは。どうもガチーモです。今回もねドラゴンクエストヒーローズやっていきましょう。なんだよおばちゃん、防具の大部屋。なんだなんだ防具の大部屋って、オーブで買えるっていうのか。いや違うな、布のオーブ。これ買った方がいいよね。これみんなに買うか。これ4つ買いたいんだけどね。はい、とりあえずガチにも。はい、守備力上げていかんと厳しいよ。前回の動画でね死にかけたからね。アリーナ、とりあえず今使ってる4キャラだけ、よし買ってあげて、これでいいね。ありがとうね。無駄にね買う必要はないから。よく来たな。うん、あと、鋼の盾か。1700でプラス4っていうのはちょっと割に合わんな。また来てくれよな。もしかしたらダンジョンでね、拾うかもしれんしね。そういう考えしちゃうよね。お金貯めて強い武器買ったらね、次のダンジョンで、次のダンジョンの宝箱とかで普通に手に入るっていうのはよくある話ですからね。小さな戦士の地図を広げた。あそこか。あ、サブクエストみたいなもんかな、これは。まあサブクエストは最後の方にやった方がいいような気がするよね。多分ストーリーに関係なくレベルとか設定されてそうだから、ストーリーの方やっていこう。砂漠の街を守るもの、行こう。いや前回ゴーレムが強すぎたからちょっと怖いな。今回も爽快にね無双していきたいですね。西の市街地と東の市街地、北にある、闘技場の3つの区域に分かれておる。見て、蝶々、いや、蝶々いいね。あなたはディルク様。知ってるんだ。ディルク様さすがやな。知られているね。行くぞ。見て。うにゃいつ、うばえ。煉獄斬りで。かなりの数の魔物ですね。姫様、ご無理はなされませんよ。ちょっとこのゴーレムのね、動きをしっかり見ながら。ほら。よし、ひるんだか。今です。火炎斬り。火炎斬り。よし、倒した。いいね、いいね、いいね。OK。で、これ、ゴーレム、手に入れたら、ちょっと、先にここら辺のやつを、一掃してから、ここ、ゴーレム。ほら、よ。ゴーレム出しとこう。で、左側を僕が攻めていこうかな。バブルスライムいらんの。ベビーサタン。アシストタイプか。ヨナズを唱えるが MP が足りず、代わりに爆弾で攻撃する。なるほどね。これ、一体一体の、やっぱ覚えていかないかんね。どういう役割をするのかって。煉獄斬り！いや、絶対これ、ガチも使いまくっちゃうな。使いやすい。ガチイモとイモコは使いやすい。皆さんも多分分かるわーって思ってくれとる人もおるやろな。素直に扱えるね、素直にね。ダイヤモンドダストー、強いな。サッとしたい。待って、アリーナも使っとくか。ほらよ、爆裂剣で、ここに出しとこう。大木槌もいいけどね。大木槌確かディフェンス系じゃなかったような気がするんやけど、一回で消えたよね確か。残忍、とりあえず倒すか。ちょっと待って、蝶々死にかけてないか。わかりました。ちょっと待って、蝶々死にかけてんだけど。ゴーレムさん退治頑張ってくれ。あ、敵のゴーレムがおるんか。それは厳しいな。俺よ、ライン
雷鳴月、老月、老月か、これ何のこれ式。ちゃんとキャラクターを変えて MP を消費していかん。煉獄斬り、煉獄斬り万能説、しっかり回復していこう。いつの間にかダメージ食らってる。よしよし、お、ここでこいつを使おう。ベビーサタン爆弾投げた。おお、250ぐらい効いたな。ゴーレムいるね、ゴーレム。よし、2体いたら、よし行くぞ。このやつおらんよ。火炎斬りでガンガン倒していこう。氷結斬り、氷結斬り、氷結斬り。ダイヤモンドダスト、よし OK、 いいぞいいぞ。今助けてやる、タイイジ任せろ。爆裂剣飛翔剣、うおー、さすが武闘家、アクロバットな攻撃を繰り広げていくスタイル、飛翔剣。いいな、空中でなんかあのキックの連撃を与えるところがいい。お、回復した OK。 やばいな、下の通路からすごい人数来てるよ。やばい、蝶々任せてくれ、危ない、何してんの。飛翔剣、うおー、分かりました、クリフト守ってやれ。おら、雷鳴月、もうバチャバチャしすぎてもう何が何やら分からんわ。腐った死体使っていきたいけど、まあとりあえずこのままでいくか。ゴーレムの方が強いやろ絶対。よしよしよし、万人やめろ、大きい槌やめてくれ。今君が出るタイミングじゃないぞ。ほら、煉獄斬りからの火炎斬り、もう激しすぎてもう何を言っとるかわからんなってくるわ自分で。よしよしよし、いいぞ、とりあえず回復していくか。 MP を蝶々守ってあげんとな。あー、退治がやばいね。これは右行って左のね、あの番人は一箇所倒したから、裏へひるんでるうちにスキルを放ちまくる。ほらー、任せろー。さまよう鎧か、あれ。おったぞ、くれー、ギガブレイク。よーし、ほら、さまよう鎧や、盾持ってる。結構なんかごついよな。ちょっと待って、退位置やめろやめろやめろ、こいつに時間を費やすな。また来てんぞ。ちょっとこれやばいな、早く万人倒さないと進まないよ。待ってろ待ってろ、任せてくれ。ほらよ、ふらえふらえ。よし、ここら辺にはなんか雑魚敵しかいないみたいだな。反対側に ワープゾーンなかったっけ。ないね。よし、とりあえず一旦戻ろう。おい、これで戻るか、一応倒しながら。蝶々大丈夫か。 OKOK、 ゴーレムが守ってくれてる。よし、大きい槌やめろお前、蝶々が死にそうや。激しすぎるね。しかもクリフトもやられそうだし、
て、ありがとう。ちょ待って、超学長、それ仲間のゴーレムじゃなかったのか。危ない、やめてくれ、やめろー、町長を倒すんじゃねえ。危なー、やめろ、町長に近寄るな。よしよしよし、町長護衛が最優先やな。うわー、ちょっと凍結切り、オーケー、激しすぎる。おらよ、そうだよ、コミロン、町長を回復してやってくれ。おいよいよ、ナイス、ダイヤモンドダストからの爆裂拳、飛翔拳、よしよしよし、オーケー、やばいやばい、守ってあげないと。普通の本にスライムおるな、こいつが回復してんのか。よしよしよし、やった、めちゃめちゃギリギリやったな。もっと強い相手はいないのか。いやいやいや、強かったよ。うん、いやいや、蝶々頑張ってたよ。お、蝶々も来るのか。おお、いいね、優秀な人材が来てくれることはもう大歓迎だよね。バトシ、なんかシンプルですね、このね、船、うん、こちらこそ仲間になってくれてありがとう。うん、はい、またいい作戦があるんか。あー、さすがイモコわかってるね。ホイミストーン、うん、癒しの力を持つ珍しい石じゃ。周りにいる仲間の傷も癒すことができる。3978、レベル2も上がったわ、すごいな。お金も相当もらったし。いやー、激しい戦いやった。やっぱりガチも使ってね、うまいことやっていかないと厳しいな。アクセサリーもどんどん作っていきたい感じだよね。ネットワークの通信ができない、なんだ、何があった。ありがとうね。装備じゃなくて、違う、作戦、スキル振り分け、ガチイモ、デインがね、そこまで使えそうな気がしなかったっていうか、なんか、MP がね、すぐなくなっちゃうから、煉獄斬りと火炎斬りをうまいこと使っていったら、それだけでも良さそうな気もするよね。でも多分レベル3とかにしたらすごい使えるんかな。それ守備上げとくか、守り上げることに意味があることを知った。で、イモコは守りとそして HP を上げよう。守りやな、とりあえずみんな守り上げていこう。MP やな、クリフトは。スクルトンのやつ強化するのにあれしてもよかったね、貯めといてもよかったね。よし、このままでいいかな。 OK、 じゃあ今回はここで終わりたいと思います。次回お楽しみに。ガチオツ。